今からね、あのね、書店屋さんがやってるね、遠藤書店の立ち飲み行きますわ。うん、もうね、なんか知らない間にね、女性が3人になってますけどね、もう4人です、私、1対3でですわ、これ、どうしていいか分からないけど、とりあえず今から遠藤書店、うん、本屋さん立ち飲み行きます。ありがとうございます。ここ、ここ、ちょっと今ね、空いたとこやけど、なんとかなるそうなんで、入りましょう。この丸テーブルの方がええか、人多いから。じゃあここに、ここにしましょう、ね、すんませんね、ごめんなさい、すんません、ありがとうございます、すんませんね、遠藤書店です。まだ問わせてくださいね、撮ってますけど、すんません。遠藤書店さん、これね、あの今ね、あの一発目から来ました、開店同時に来ました。でも見ました、あれなんか開店同時に、めっちゃあのもっと若い人がやばい、今から飲みますよ。書店屋さんがやってるね、あの立ち飲みですよ。立ち飲みでも急いでますけどね、これがね、もうめちゃくちゃ安いんですよ。とにかく今から飲みます。まずはね、ハイボール、これね、ハイボール250円、ハイボール250円です、安っ。まずハイボール買いたいです、いただきます。マスター、砂ずりも飲んで、ゆっくりで、ゆっくりでよ。最高っすわ、ほんまに、めっちゃおもろい。もう今日はね、美女3人に囲まれると僕はどうしたらいいです、これ、やばい。いや、こっちしか映ってませんから。はい、すみませんけどね、やばいですよ、これ、ほんまにやばい。いや、あの、映ってませんから、大丈夫です、ほんまに。これね、もう卵焼き、これだし巻きっていうか、卵焼きの卵焼きですよね。断面、断面、断面、甘め系ですか、甘め系、いや、わかんないです、だしが効いてると思います。いただきます。これ多少の間食べてもらえる、めっちゃうまい、これほんまうまいわ、だしがね、本気のだし巻きって感じ、だし効いてますよ、割とだし効いてますよね。最高っすわ、最高出ました。あ、うまい、うまい、うん。辛いソースいけるじゃん、砂ずりきましたよ、砂ずり、これね、絶対うまいです。あ、めっちゃニンニクいい匂い、いい匂いしますよ、ニンニク、これニンニクやね、これなんだけど、砂ずり、ニンニク、バター炒め300円です。300円、もうね、皆さん食べますわ、姉さん食べた、僕もちょっとね、一回帰ったはずの姉さんが、まだ来てはる、これ一発言っておきましょう、ね、飲んでありますよね、もう帰るはずやったのお姉さん来てますから、いただきます。いただきます、めっちゃうまそう、これ、うん、うん、このコリコリとニンニクの効いた感じ、たまらんですね、うまいわね、幸せな味します、ほんまに出ました。ただ角打ちでもこうちょっと、うん、人の手の入った料理が欲しい、最高やね、これ、かばきもんじゃなくて、やばい、もうね、ニンニク効いて、ニンニクとね、バターで炒めてる、バターの香りも結構してて、何もつけんでもこのまま食べて美味しいやつですよ、ほんまに、うん、これね、あのね、今からね、あ、玉ねぎ串カツ、ちょっとソース、辛いやつかな、辛いやつ、あ、これね、それはそれぞれたまにええねんけど、ちょっと見えます、見えへんか、辛ソース見えます、ではええけど、ね、それだけっていうのは、玉ねぎの串カツに辛ソースをかけてます、これね、どれぐらい辛いかわからん、かなりうまいらしいですよ、僕はわからないですけど、ね、いただきます。ちょっかさ、カヨちゃんかけすぎやろ、それまだかけたはんね、まだかけたはるね、この人めっちゃうまい、これなんかさやか以上にかけてへん、この人いや、これ美味しいわ、うん、この辛さが癖になりますわ、ほんまに。ただ明日、肛門また痛くなる水戸肛門さんになります、明日の朝、やばいですよ、これ。まあまあ、ええもんね、超弱いんですか、男の人は超弱い。
ロショソースかけて食べる人めっちゃ大根おろしにソースないでしょ。大根おろしもソースかけて食べる人がいるね。大根おろしにソースをおませんよ。いやおもろいけど、いや多分合うと思う。いやいや結構辛いの好きやで、ね、この人合うと思う。あれね、まあいいわ。いや辛いのカマンベル、カマンベルチーズのこのね、カマンベールぐらいこういったります。ちょっとソースも多分つけた方がいいかもしれないけど、まあとりあえずいきます。なんかこれね、カマンベールチーズちょっとね辛いソースから選びました。これがどういう風なあの味になるかちょっと分からへんけども、とりあえずいってみましょう。カマンベールチーズ、クリームチーズ、冷蔵庫に行ってます。これで300円とめっちゃこちら安くない？うまっ、これ2枚っすわ。そうやな、めっちゃうまい。これでも400円ぐらい。めっちゃうまい、これほんまやばい。2杯目いただきます。ラドさんのイベントやってるやつだ。そしたらあの深草から、いただきます。これ、うん、柔らかい、いただきます。柔らかい、うん、いただきます。いただきます。柔らかい、口の中でとろけるぐらいの柔らかさで、うん、あの白味噌の甘みがたまりません。やばい、うん、まあ、みんな同じですよ。酒飲んだらもうね、若干はね、やらかす時もありますね。視聴者の皆さん、あるよな、みんなで飲めば怖くない、みんなで飲めば怖くない、あんまり迷惑かけへんかったらね、大丈夫です、ね、怪我とね、怪我と迷惑やな、うん、怪我はしてあきません。怪我はつまらん。そう、怪我はつらい、つらい、つらい。怪我はするな、まあ、でも一回怪我しますよね、これね。酒飲むともうあかんわな。私ね、秋ぐらいに一回よ、今もちょっと筋肉ちょっとツンってなってんねん、うん、ちょっとツンって痛い、筋肉の筋が筋やね、だから、そうそう、だから骨じゃなくて筋やな。筋はもうわからんやん、レントゲン当てても行ってどうもなかったけど、そうそう、3杯目、でもね、うん、今日のジャンガラで語らなあかん、ね、だけどね、はい、お店に、ですね、今ですね、遠藤書店飲んできました、うん、やっぱり安いしね、美味しいですわ、物もね、あのあても美味しかった、うん、最高の酒場でしたわ、ほんまにありがとうございました。まだ行きますよ、どんだけ行くねんみたいな感じやけども、ちょっとまだ行こうと思います。ではでは、お疲れ様です。